ドロタラプチェフスカはドダの名でも知られるポーランドのミュージシャンであり勝ち取った賞の数の点において今までで最も成功したポーランド人アーティストの一人と称せられる最初に彼女の名が知られるようになったのはバージンのメンバーとしてであるグループ脱退後はソロとして2007年にアルバムダイヤモンドビッチ2011年にアルバムザセブン・テンプテーションズをリリースした 彼女は CNN において歴史上最も有名なポーランド人として10番目に取り上げられた。2011年、ポーランドにおいて最も影響力がある女性10人の一人としてポーランドシビバに掲載された。ラプチェフスカはポーランドチェハヌフにて誕生した。若い頃は陸上競技の選手として約4年間にわたって走り幅跳びと100メートル。 競争で指導を受けていた。県の大会では、1000メートル競争、600メートル競争、砲丸投げの分野で優勝した。また、ポーランド大会で、銅メダルを獲得した。ラプチェフスカは、音楽の道へ進むため選手生活を終えた。ワルシャワにあるブーフォーシアターで10代だったラプチェフスカは、音楽のキャリアをスタートした。 やがて、ラプチェフスカは、人気を得るきっかけとなった、リアリティショーザバーに参加、その言葉遣いと態度が若者に受け大きな人気を得た。ドロタ・ラプチェフスカオーディションを経て16歳の時に、ポーランドのロックバンドである、バージンのボーカリストに抜擢された。2002年、ファーストスタジオアルバムである、バージンをリリース。シングルカットされた2枚のシングル、 2タイト、マムティールコチェビューをリリースした。ラプチェフスカは、プロモーション活動のため、リアリティテレビザバーに参加した。このスタジオアルバムは13,700枚を売り上げた。デビューから2年を経た2004年5月17日に、セカンドスタジオアルバム、貧乏」をリリースした。最初の週で最も高い売り上げを記録した。また、シングルダザガもヒットした。 ミュージックビデオには、後の夫になるラドスウォーフ・マイドンが出演した。シングル、コール・ジョニー・ラーズと、N.I.E. ザ・ウィーズ・アムニをリリースした。同年、ラプチェフスカは IQ156 の持ち主であり高い、IQ を持つ者だけが所属する団体メンサー、インターナショナルに入会した。ロックバンドバージンは、ビンボと題するツアーをスタートした。ラプチェフスカは、 ソポと国際音楽祭に参加した。2005年10月17日、サードアルバムにして、グループとして最後となる、フィカと題した、スタジオアルバムをリリースした。プロモーションも兼ねた2回目のツアーを観光した。2005年12月バンドは、スタジオアルバム、フィカからシングルをリリースしている。2006年4月、ラプチェフスカは、追患版を発症により、病院に運ばれた。 その間はバンドから脱落することになった。複雑な脊髄手術を施されたラプチェフスカは、復活しポーランド版のアニメ映画、アスタックスザ・バイキングスの吹き替えのため、公家の場に姿を現した。バンドは、再編集したアルバムフィカからシングルカットされ、かつ彼女の手術に触発されたという新曲、センサーをリリースした。ラプチェフスカは、ポーランド版、 ダンシング・ウィズ・ザ・スターズの参加の誘いを脊髄手術のためや無なく断らざる得なかった。ラプチェフスカは2006年末にマネージャーとの契約を打ち切った。2007年1月、グループは解散した。ラプチェフスカはグループ解散後はソロアーティストとして音楽活動を続けた。ドロダ・ラプチェフスカ・ラプチェフスカはユニバーサル・ミュージック・ポーランドと契約した。 ソロ活動としていくつかのテレビに出演、パフォーマンスを行っていた。ソロとしては、ファーストシングルとなる、カタルシスをリリース、トップトレンディフェスティバルにて、シングル、カタルシスは多くの人々の前で披露された。2007年7月14日、ミュージックビデオがリリースされた。13日後、ダイヤモンドビッチと題するアルバムがリリースされた。ソロとして最初のツアーである、 ダイヤモンドツアーを行い、また海外ツアーを、イギリス、ドイツ、アメリカ合衆国などでも行った。ダイヤモンドビッチは、ポーランドアルバムチャートで、第1位を獲得し、5週間にわたって止まった。またダブルプラチナムを獲得している。2008年8月には、新曲、n i e ダッチシェンをリリースし、ラジオチャートで人気を得た。その後リリースされた、シングル、レイニーの、 ミュージックビデオはスウェーデンのディレクターボ・マーチンにより撮影された。ラプチェフスカはビバコメットで11の賞を獲得した。3年連続で最優秀ビデオ賞を獲得している。ラプチェフスカは最優秀イメージ賞も2度受賞している。MTV ヨーロッパミュージックアワーズのベストポーランド人アクトカテゴリーでは2回勝ち取っている。2008年オポーレで行われた。 ナショナルフェスティバルオーフポーリッシュソングではベストアーティスト賞を受賞している。オネット TV のインタビューの中で夏に新アルバムをリリースすると発表した。そのため夏までにシングルをリリースする。公式サイトで新アルバムのプロモも兼ねてロックンロールパレスと題した新たなツアーを行うと発表した。ツアーは最初の都市としてトルンを訪れてスタートすることになる。 2011年夏、f ッ c イ It と XXX をリリース。同年9月、MTV ヨーロッパミュージックアワーズに再びノミネートされた。同年12月、アルバム、The Seven Temptations リリース、プラチナを獲得している。2011年の終わりに、ラプチェフスカは、ポーランドのマガジンであるマクシム氏のコラムニストになった。ラプチェフスカは、 ワンダとパバル・ラブクセフスキーの間にて誕生。一人の兄・ロファルがいる。2003年、ポーランドのサッカーゴールキーパーラドスウォーフ・マイドンと出会い、イスラエル・エルサレムでバケーション中にラドスウォーフ・マイドンが、プロポーズ、2005年3月5日に結婚。3年後の2008年5月に離婚した。2009年12月、デスメタルバンドのベヒーモスのフロントマンである、アダン・ダースキーと結婚。 2011年4月に分かれた。2010年5月、ワルシャワ検察は、ラプチェフスカを宗教における、冒涜罪で告発した。ラプチェフスカは、テレビインタビューの中で聖書を侮辱したという。仮に有罪となれば、ラプチェフスカは、冒涜罪で2年間あまり囚人として、刑務所に服役することになる。ありがとうございます。